フランシスコの二人の息子は2005年に公開されたブラジル映画。ブラジルにおけるセルタネージョのトップミュージシャン、ゼゼジカマルゴアンドルシアーノとその家族の反省を事実に基づき描いている。監督は本作が初監督となったブレノ・シルベイラ。ブラジル国内で9週連続1位、観客動員数527万人以上。 工業収入1400万ドルというブラジル映画の歴史を塗り替えたほか、各地の映画祭で高い評価を得るなど、ブラジル映画で最も大きな成功を収めた作品の一つである。1960年代のブラジルゴイアス州。その課題の中で、小坂実りを営むフランシスコは、妻、エレーナと7人の子供に恵まれ、貧しくも明るい幸福な家庭を持っていた。 ラジオから流れてくる音楽を愛してやまない父の願いは息子をプロの歌手に育てること。そのために家財をはたいて息子のミロズマルとエミバルにそれぞれアコーディオンとギターを買い与える。父の熱心な教育を受け独学を重ねた二人の息子は次第に腕を上げ村の祭りで喝采を浴びるようになっていく。だが家庭の貧しさゆえに土地を追われ家族は州と 恋イアニアへと移り住まざるを得なくなる。そこで、一家は、新たな生活を始めるが、貧しさからは、逃れられず、空腹に耐える毎日が続く。悲しみの涙にむせぶ母を見たミロズマルと、エミバルは、家を抜け出して、バスターミナルで、路上ライブを始める。二人の歌声はすぐさま評判となり、家計を助けられるようになった。その評判を聞きつけたセルタネージョの、 両専門エージェントのミランダは、息子たちを旅回りに連れて行かせてくれと申し出る。一週間だけならとの約束で、両親は承諾するが、四ヶ月以上も音沙汰がないまま、時が過ぎ、息子たちは、無事帰ってきたものの、約束を破ったミランダに対して、父、フランシスコは怒りをぶつける。しかし二人の才能に惚れ込んでいたミランダは、フランシスコに謝罪して、許しを乞い。 ミロズマルとエミバルは二度目の旅回りに出ることとなった。旅の先々で好評を博し、二人はいつしか六千人の監修を前にステージに立つまでになる。しかしある日の夜、旅先の移動中にトラックと衝突する交通事故を起こしてしまう。ミランダとミロズマルはことなきを得たが、不幸なことにエミバルが命を落とす。八人の家族は悲しみに暮れ、ミロズマルは アコーディオンをやめようかとも考えるが、家庭の中心には、いつも変わらず音楽があり、ミロズマルの奏でるアコーディオンの音色が、家族の心を癒していく。それから数年後、大人になったミロズマルは、街の人気歌手となって、ゼゼという芸名で、ステージに立っていた。地元のコンテストでは、優勝を果たし、妻、ジルーと結婚する。二人は、両親の元を離れて、 サンパウロで暮らし始め、ミロズマルはレコード会社と契約を結ぶが、プロの世界で売れることなく、苦悩に打ちひしがれていた。その頃、歌手の2位、ミロズマルに憧れる弟、ウェルソンが、地元のクラブの歌手として、キャリアをスタートさせており、そこでもやはり父は、ウェルソンにギターを勘与え、音楽と共に、家族へ愛情を注ぎ込む。そして、ウェルソンは、サンパウロに住む兄。 ミロズマルを訪ね、ウェルソンは、ルシアーノという芸名をつけて、デュオを結成。ゼゼジカマルゴルシアーノとして新たなアルバム制作に取り掛かることとなった。オリンピア劇場でコンサートを行うゼゼジカマルゴルシアーノ。フランシスコの二人の息子ラストシーン撮影時の様子。だが歌手としての道は平坦でなく、思うように売れない日々が続く。渾身の一曲。 オアモーレのサンプルテープを携えて帰省をした際、両親にその曲を聴かせて喜ばせるも、肝心のレコード発売は決定していなかった。え、オアモーレを何とかして世に知らしめたい父は、ラジオ局にリクエストの電話をかけ続け、ついには給料をすべて高価に両替し、それを職場の仲間に配って協力を求めるまで懸命にリクエストする。そのかやって、 ラジオ局のチャートナンバーワンに輝き、それと引き換えに、父、フランシスコの効果は底をつく。それでも、エ・オアモーレは、チャートを上昇するヒットとなり、レコード会社がアルバムを発売すると100万枚以上の売り上げを記録。その後、ゼゼジカマルゴンドルシアーノは2200万枚以上の CD 売り上げを記録するほどの大スターとなっていく。 この映画のラストシーンは2005年のオリンピア劇場でフィナーレを迎える。実際のゼゼジカマルゴルシアーノが大観衆の中でパフォーマンスをしているところへ父、フランシスコ、母、エレーナが登場する。両親の登場を知らされていなかったミロズマルとウェルソンは泣きながらも歌い続ける。両親は息子を抱擁し、慈しむような眼差しを送るところで、この映画は幕を閉じる。 ありがとうございます。